ハンス・クレッペンは、ノルウェー、テレマルク県防出身の元スキージャンプ選手。1928年のサンモリッツオリンピックに出場したが、36位に終わっている。ポーランドのザコパネで開催された1929年、ノルディックスキー世界選手権では、スキージャンプ個人に出場し、銅メダルを獲得した。この競技の金メダリストのシグムント・ルートと、 銀メダリストのクリスティアン・ヨハンソンは共にノルウェーの選手でノルウェーが表彰台を独占することになった。また1934年のノルウェー選手権で優勝している。2007年3月には彼の100歳の誕生日が盛大に祝われた。この時ノルウェーにおいて最も恒例のオリンピック出場者であった。2009年4月12日に102歳で死去。100。 エリング4にアラパンス。テレマーク、http コロンスラッシュスラッシュ w w w n r k n o スラッシュ nyheter スラッシュ dis, trik, t スラッシュ os, t, a, f, j, el, l, スラッシュテレマークスラッシュ1.20642552007年12月東海釈ラとでさ税ぜ ふとんぽストン、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a g u i d e n n o スラッシュ p a、so、p e r a t s o b i スラッシュ 439842.pdf2009 年11月16日閲覧。ありがとうございます。